はい、皆さんこんにちは、ワナルルイシです。では今回は提督の決断をパブキット PC 版駆逐艦縛りプレイ続きをやっていきたいと思います。前回はね、イギリス軍の艦隊、この中に空母がいて、遭遇戦になりましたが、味方の駆逐艦、数隻失いましたが、見事空母を撃沈しています。今回はその続きになります。まずですね、ジャワ沖にスパイを入れていて敵の艦隊はなし、さらにマラカ海峡にも敵の艦隊はなしというのを確認していますので、ジャワ沖にね、飛行場一つあるここをいきなり叩いていきたいと思います。で、続けざまにこのね、マラッカ海峡も攻略できれば、第1弾目標の最終攻略地点であるこのインド洋攻略が見えてくるので、しっかり攻略を行っていきたいと思います。では早速ですね、艦隊を動かしましょう。セレベス海に入っている艦隊なんですけども、前回少しお話したんですが、太平洋に配置していた駆逐艦の一部を引き抜いて、すり減った第1、第2、第3艦隊の中に駆逐艦を投入しています。さらにですね、この後シンガポールマラカ海峡攻略のためにマレー沖にもね、今艦隊を集結させているという状態です。なので、これらの艦隊を使ってですね、シンガポール、できればインド洋まで取りたいというところですね。では早速ジャワ沖攻略戦始めていきたいと思います。では揚陸艦を出してます。ここでね、しっかりと攻略を進めていきましょう。このまま行けばここはね、陸戦隊を送り込んで終わりになりますので、本命はこの後のマラッカ海峡攻略ですね。さあ、マラッカ海峡攻略に向けていきましょう。航海レベル18に上昇、敵輸送船も打破しています。マラッカ海峡攻略、ここが一番のポイント、肝になりますからね。では艦隊を用意していきます。一式の立港が生産可能になりましたね。飛行場に配置するのは主にこの一式の立港、これをね、優先配備して作って、配備していきたいと思います。というのもですね、今回敵の基地をね、航空機で攻撃するっていうことはないので、あくまでもね、攻めてくる敵の艦隊を迎撃する航空機ということで、雷撃のできる、この一式の立港を大量にこの後ね、生産をしていきたいと思います。マラッカ海峡ですが、スパイが捕まってしまってるので、しばらくちょっとスパイを入れて、マラッカ海峡がね、丸裸になるのを待ちましょう。マレー沖に敵の艦隊が攻め込んできています。日没とともに入ってきた形ですね。我々の艦隊はですね、一度ここで敵の艦隊を待ち受けたいと思います。ご覧のようにガンガン魚雷撃ってますけど、やっぱりね、戦艦硬い。とにかく、いや、この大戦艦部隊相手によく頑張ってるよ。全弾ね、やっぱ撃ち尽くしてもらわないといけないんで、魚雷は。さあ、魚雷を撃ち尽くしましたので、ここからちょっと対比行動に入ります。もう敵の戦艦をぶち抜ける装備はないので、ここからは対比行動に入りましょう。はい、なんとかね、敵の飛行場一つ失いましたが、逃げ切ってます。第4艦隊は壊滅、飛行場も一つ失ってます。敵の方はね、ご覧のようにアメリカ軍の第3、第4、第9艦隊と空母戦艦てんこ盛りの艦隊でしたが、損害を与えて、死守したという形になります。艦隊、アメリカ軍の第3、第4、第9艦隊、これを叩いて太平洋上にね、展開している艦隊がさらにいると思うと、アメリカ軍は相当な戦力をやっぱり温存してたなっていう感じがしますね。この後艦隊が相当数必要になってくると思うので、
マレー沖の方に艦隊を集中させていきましょう。建造も進めます。島風型の駆逐艦を数揃えましょう。ではシンガポール攻略戦始めていきましょう。第3、第5、第7艦隊と送ります。敵の飛行場の位置、分かってますので、まず1つ目の飛行場の破壊、これを最優先に行いましょう。で、残りの艦隊でね、なんとか防衛をしていこうというところですね。では第3艦隊ですが、これを進めていきます。敵の艦隊の位置が全くもって不明という状況なんですが、敵のね、この一つ目の飛行場に突入を行って、飛行場を一つ潰しましょう。で、残りの艦隊は敵の艦隊の後方に向かって雷撃戦を仕掛けていきます。さあ、敵の艦隊から砲撃を受けてますね。これは揚陸艦を守りたいので艦隊で突撃をしていきましょう。まずはね、敵戦艦がいると思うので戦艦の方まですり寄ってって、こちらのね、雷撃が当たる距離まで詰め寄りましょう。いたな。で、揚陸艦部隊はこのまま前進して、夜のうちに敵の飛行場の破壊を行ってもらいたいと思います。さあ、魚雷をぶち込んでいきます。前段撃ち尽くすまで魚雷をとにかく撃って撃って撃ちまくるっていうね、そういう戦いでいきます。一斉転弾に一旦変えて、向きを全部変えちゃいましょう。で、横っ面を横っ腹を見せて魚雷を一斉に撃ち込んでいきます。この魚雷の数受けきれないというところですね。さあ、敵の艦隊さらに発見してますね。こちらは敵の、どうだろう、結構軽そうな艦艇ですけどね。ここもここでしっかり対処をしていかないといけないので対処していきます。ここにいる3隻の戦艦沈めたいですよね。陸戦隊は敵の1つ目の飛行場に向けて突入していきます。さあ、魚雷を撃ち込んでいく。敵の戦艦を撃沈。さらに魚雷を撃っていきます。第一艦隊は敵の空母を発見してます。目標を空母に変えていきましょう。さあ、陸戦隊は全部出ましたね。離脱します。陸戦隊は離脱。第一艦隊は敵の空母を狙っていきます。第一艦隊は敵の空母を魚雷の射程に収めました。ここから魚雷をね、ぶち込んでいきます。さあ、敵の空母撃沈の報告が上がってますね。第2、第3艦隊の方は敵の戦艦に攻撃を集中してます。第一艦隊は敵の空母を攻撃中。まあ、さすがに戦艦はね、硬いのでなかなかというところですけど、それでも頑張ってね、雷撃戦展開してくれてますね。さあ、第2艦隊の方も敵の戦艦に攻撃を加えてます。ここも全滅覚悟の上で駆逐艦でね、敵の戦艦を仕留めましょう。こんだけ魚雷当てても沈まないからね、敵の戦艦はね。ようやく敵の戦艦撃沈、撤退します。はい、確認していきましょう。まず味方の方ですが、ご覧のように駆逐艦ほぼ壊滅という厳しい結果ですね。ただマラカ、シンガポールの方ですけども、飛行場を一つ破壊、そして敵のね、戦艦や
空母も数隻撃沈しています。このまま攻撃の手を緩めずにシンガポール確保していきたいと思います。では続いてシンガポールにね、波状攻撃を仕掛けていきましょう。敵の艦隊複数個、さらに飛行場2つ残ってますけども、飛行場回復されると非常に厄介なので、回復される前にですね、ここは波状攻撃を仕掛けて仕留めにかかろうという作戦です。ではシンガポール突入します。スパイが捕まってしまったので敵の、ね、飛行場の位置はわからないですが、もうすでに確認済みなので、敵の飛行場のある場所に向かっていきましょう。ではまずは敵の飛行場に向かって、揚陸艦を進めていきたいんですが、揚陸艦はですね、何度かお話してる通り非常に敵の攻撃に対して脆弱、かつね反撃する手段も持っていないというものなので、ここはしっかりと護衛を行っていきます。残りは敵の艦隊のね、殲滅に向かってもらいましょう。ちょっと難しいのがね、やっぱり敵は戦艦やら空母やらという充実した艦隊に対して我々は駆逐艦のみなので、まあね、どこまでやれるかというところで頑張って見ていきましょう。では時間を進めていきます。まずはマラッカ海峡を突破しようとしている我々の艦隊です。敵の艦隊を、ね、発見し次第なんですけども、できるだけね揚陸艦を逃がしながらの戦いにしたいので、揚陸艦はね、敵の艦隊の攻撃を受けないようにという、まあ、注意を払っていきましょう。さあ敵の艦隊発見、敵の艦隊発見してますが、この艦隊は第一艦隊で相手をしましょう。魚雷が撃てるタイミングだったら魚雷撃っていきます。さらに敵の艦隊発見してます。こっちの艦隊の方が厄介だな。なんとかね揚陸艦を無傷でたどり着かせたいので、ここは決死の覚悟で挑んでいきましょう。全速で突入です。38ノット全速で突入。うまーくね敵の足を止めないといけないというのもありますしね、我々の上陸作戦が見破られるわけにはいかない。一斉テンダーでちょっと向きを変えちゃいます。これで魚雷をね、撃ちやすい体勢を整えて敵の艦隊の足を止める。38ノットの、ね、高速の駆逐艦隊なんで、敵の足を止めて敵の前に出ることはできると思うんですけど、火力不足があるんでね、そこをどう解消するかというのはこの魚雷の命中精度に全てかかっていると言っても過言ではないですからね。さあ魚雷を敵の戦艦を中心に当てていきます。その間にそろりそろりと揚陸艦は向かっていってもらいます。了解。よし、敵をね、揚陸艦から引き離すことには成功してます。一応もくろみ通りといえばもくろみ通り。あとは戦艦を沈めておきたいですよね、この先のことを考えて。揚陸艦の方はもうすぐね敵の飛行場を発見できる位置まで来てます。発見しました。陸戦隊を投入していきます。さあ敵の戦艦に向けて突入です。山本五十六さんの駆逐艦隊ですね。敵の飛行場は陸戦隊が破壊してくれてます。この戦艦部隊は強力だな。どうやってこの戦艦部隊をね、倒していくのかというのもありますし、あとは残っている揚陸艦をどううまく使うかですよね。
さあ、第二艦隊と第三艦隊でね、敵の戦艦を仕留めていきましょう。雨が降ってくれているこのスキリ、敵を仕留められるだけ仕留めたい。まあ、第1艦隊と第3艦隊がね、敵を挟んで魚雷を左右から打ち込んでいこうという艦隊運動になっています。うまくねこれがはまってくれれば殲滅もできるんじゃないかっていうね、期待感のある展開になってますね。さあ、敵の艦隊撤退行動に入っているようにも見えるので、これ追っていきましょう。魚雷を打ち込んでいきます。今すごい魚雷で撃ってますからね、これ当たってくれればというところですね。雨が止んでしまったのでね、ここから敵の航空隊もやってくるであろうというところです。よし、敵の戦艦撃沈してます。あとは、この後ね、陸戦隊を残っているもう一つの飛行場に向けていきましょう。さあ、恵みの雨が降ってきたところで敵の飛行場に向けていきます。残念ながら陸戦隊がですね、敵の飛行場を潰しきれなかった。潰しきれなかったぞ。なんとかね、駆逐艦でまったり削ってるんですけど、時間的に厳しそうですね。まあ、結局のところ敵のね、飛行機が飛び始めると駆逐艦では話にならないほど弱いので、まあ、なんとかねここを削ってほしいなってとこなんですけどね。ここまで来たら削ってくれ。よし、敵の飛行場破壊ですね。これでシンガポールを取ってます。第1弾作戦最後はインド洋、次回はインド洋の攻略を行っていきたいと思いますが、ご覧のようにどうだろうな、艦隊の損害が大きすぎますよね。はい、ちょっとねしっかり艦隊再編して、次はインド洋攻略戦を行っていきたいと思います。